次はですね、はい、ついにミカプロのシダ、私のシダ、これはかっこいい。まずですね、まあ、私がインスタグラムでいろいろとアンケートを取りました。はい、その中で多かったのが左にあるシムマックス、あ、これか、はい、はい、それから右にあるピンですね。なんかいっぱいありますよ。ピンの G425 の角度が違う、まあ、それぞれなんかちょっと違うらしいんですよ、ね、S、L、MAX、 そう、どっちも持ってく、どっちも全部一緒。あ、でもこれはちょっとないな、うん、ピンが持ってきたいな、うん、で、この2杯あるのピンってそれ持ってきましょうか。で、MAX の 10.5 も、はい、私ね、でも苦手なんだよね、正直。見えちゃうやつ。うん、この、これ。あー。どれですか？これ、何なんだろう。これ。へぇ。これなかったらって思う時はあるけど。なるほど。ヤスリで削る。でもこれピンのあれなので、売りだと思うので。こういうのはいいですか？これは大丈夫。はい。マーヴェリックも、サブゼロ。低いスピンで叩いてたのせる。サブゼロかな。サブゼロ、サブゼロってなくない？誰か打ってるか。サブゼロ書いてる。さっき試練してましたもんね。マックスファストマックスに力強く飛ばせる、うん、これか。それは普通のマーベリック。ノーマルってことですかね。ノーマル多くね。多い。もっと絞ろうかな。とりあえず座り見て、うん、打てそうなの打ちます。やっぱなんかフェイスも違うんですね。座りはこっちね。この2つだな。ピンが4種類ありますよ、はい、なんか顔全部似てる。私一緒に見えちゃうんですけど。そう。ちょっと若干違うんですよね。ピンはとりあえず3つ持ってきます。はい。で、シムはシムマックス。私、シム持ってるから、それで比べればいいかな。うんうん、それで、はい、いきます。はい、ありがとうございます。で、取ってもらう。はい。何を選んだか、はい、ざっと教えてもらって。自分のやつも一応持ってきたんですけど。あ、なるほど。ミカプロがいつも使ってるのは、これ。シム。シムマックスじゃない方。シムマックスじゃない方。うん。の何度、9度だ。9度。おお。9度。で、シャフトは、うん、ディアマナの BF60 の SR。うん。SR。で、今回テーラーで、シムマックスがあったんで、シムマックスの 10.5 度。10.5 度。で、三菱の50の。SR。SR。うん。でも50なんで、私のよりは10軽いです。あ、軽いんだ。軽で、シャフトの硬さは一緒。うん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 。ただ、ロフトが、開いてる。開いてる。あとは、マーベリックか。はい。この、なんだろう、これノーマルのマーベリックかな。で、9度で、うん、50の S。 だから軽型かな。50の S、うん、もう一個は MAX で 10.5 度の、うん、40の R。 40の R って私初めて見ました。軽山ピンはめっちゃあるけど、ピンの G425 の 10.5 で、これやら重さ書いてないな。重さ、硬さは SR。 SR、 あとは重さ次第。うん。で、これは LST って何の略か分かんないですけど、まあ、10.5 で、これはどこに書いてるの。探すのが大変。 S かな。 S。 おう。で、これがこれは9度の LST だ。あ、9度の LST で、60の S だからちょっと硬め。硬め。
なので、私もテーラー持ってるので、最初テーラーから行きます。はい。そっから、あきちゃんは見学です。はい。勉強持ってないから。ウォーミングアップしてからにしますか。はい。軽くなってる。はい。ラップはウォーミングアップです。音がすごい、うん、OK、 はい、感じは、うん、次ピン、はい、SR からいきます、はい、 SR のマックス425、うんうん、 S よりは柔らかい、すげえかっこいいね、おお、え、めっちゃかっこいいかっこいいやばい、甲高い音する、めっちゃ飛んでません、うん、飛んでる感じしますね、うん、おお、飛びやすい、めっちゃいいなんかすごい、めっちゃ高いところに当たってますね、うわー、すごっ、上に乗っちゃって、
すごい。高すぎる。高すぎる。10.5 だからな。でも今まで 10.5 あんなにあんな感じで出なかったのに。あんな感じ、確かに。これも 10.5 だ。うん。何が違う？これが LST？ さっきのマックス。マックス。何が違う？確かに。LST。おお。またいいです。ちの方がいいですね。で角度は一緒？ロフト一緒です。音がもうちょっと低くなった。ね、違いますね。うわぁ LST 捕まる、捕まりやすい。 LST すごい。うわぁすごい。半球とも安定してる。いいですね。これすごくないですか。ここら辺の角度だけじゃないですね。多分顔？顔？ヘッドなのかな。これ9度なんですけど、それは9度の LST。 9度の LST。 LST ちょっと固めです。うわ、全然違う。なんだろう、意外に打てるね。いや、めっちゃ綺麗。すごすぎて。おお、強い。このシャフト60の S、うん、だから自分のよりはちょっと硬い。うん、でも全然硬そうに見えないですね、うん、自分でも思う。うん、うん、うん、いや、なんかいいんだけど。見つけちゃった。プロも知ると楽しいですか。音が高い音が苦手なんですよね。言ってましたよね、うん、でもこの3ついいかも。ピンの LST で9度で、で天心の 60S、うん、60S、うん、プラスかっこいいよね。かっこいい。全部黒。なんか全部黒。そう。でもう一個のピンは LST の 10.5。 うん。でこれ多分既製品のシャフトかな。ピンのあれが入ってるから。うんうん。重さが書いてないんですよ。あ、分かった。 65 だ。65の S。 ああ、ピンのシャフトかな。65の S。で、ファブリックのノーマルで9度で、これはディアマのキャロウェイのオリジナルなのかな、50の S。 50の S。 軽型。うん、この3つだな。なんかピンって安定性はあるけど飛ぶイメージあんまなかったんですけど。そう、あ、どうなんですかね。なんかイメージ前に行ってる感じはするし、捕まりはいいと思います、うんうん、そのG なんですよ。425。めっちゃ前出ますよね。9度だし。私これがいい。すごい。すごい。自分のもの以外あんま打たないけどね。うん。めっちゃ飛んでますよね。やっぱコースでどういう球出るかですよね。あとはね。コースボールじゃないし、うん、やっぱ10ヤードぐらいは飛距離が変わってくるので。うんうんうん。でも練習でこれだと。まあ、いい感じもしますけどね。うんうん、うん、かっこいいよ。いや、かっこいい。あんまり気にならなかったですか、そのヒゲみたいなのは。これね、うん、ちょっと気になるけど、でもこの座り、うんうん、がすごくいいので、うん、顔がすごいストレートだもん。わかるかな。ほんとだ、ストレート。なんかここが丸いからこう柔らかく見えます、うん、それでつけてるのかな。ああ、まん丸く見えるように、うん、
もう言いたい放題言ってるけど、本当は何なんだろうね。確かに。モチーフ猫ですとか。ヒゲですとか。本当に。マットな感じがもうザうまそうみたいな。ああ、そういうこと、うんうん、イメージ。そうそうそう。いやー、これピン売れちゃうなー。マジか。一回も使ったことないですよ、一生。そうなんですね。でも 10.5 でもすごい綺麗でしたよね、うん、でも9度がいいな。これ40のあるだもん。ああ、いけるかもよ。いけると思う。え、じゅんちゃん何？私はね、シャフトは SR のちょっと短く切って、うんうん、ヘッドはね、意外と13度とかだった。あ、へー、意外。なんかじゅんちゃんの弾道低い、なんか低いのかなって思う。最近そのドライバーがちょっと合わなくなってきちゃって。何でだろう、軸だ、重いかな。この長さでやられちゃうのかな。そうだね、うん、振りが、うん、なんか長くも感じますね。すごいかな、そんな変わんないの。昨日レディースより長い、ちょっと長いかも、うん、可愛いんじゃない。もう行ってみる。 SR そうだったの。じゅんちゃんと同じ方か、うん、行ってみよう行ってみよう。めっちゃゆっくりね。え、ゆっくり振っていいんですね、うん、重たいから。あ、すごい綺麗な音する。うんうんうん。あ、でもそれが気持ち短く持ってもいいかも。なるほど、うん、うん、うんうん、ついてこないんだろうな、うん、でゆっくりだ。確かに。痛いね。すごい、プロとの違い。ミカプロが、うん、クラブを契約してないって聞いて、うん、はい、絶対もうシダしてもらいたいって。あ、そうだったんですか。そう、プロがマシンのように打って評価するって、うんうん、他の人やっぱできないじゃないですか、うん、クラブ契約したりとかしてて。今はそんな契約してない人多いですけど。ああ、そうなんですね、うん、意外と。逆に人前でこんなって打つのは多分初めてかもしれないです。いろんなクラブを打つのはめちゃすごい。いや、感動しました。プロが打つとこう違うのかって同じ 10.5 でも、うん、全然違うんだなって思いました。でもシャフトも違うから、うん、結構組み合わせバラバラでしたもんね。そうですね、うん、40もあったもんね。はい、やっぱちょうどいい重さってあるんですか。え、でも私ずっと60 SR ドライバーは、うん、でもこれは60で S だからじゃあ S も打てるんだなっていうのがあるし、うん、同じ三菱、私も三菱のシャフト使ってるんですけど、うん、これ天津って天星かな、天星って言って全然またタイプが違うと思うんですよ。へー、逆にこのシャフトをここに入れてもまた違うかもしれない、うん、ヘッドがシムで天星のシャフト入れたら今の球が打てるかどうかわかんないし、どっちがいいかはちょっと実際に打たないとわかんないと思うので、ね、今度から重さと硬さとロフト角っていうんですか、うん、あ、そうそう、ロフト必ず見るかもしれない。あと顔、顔どっち向いてるかとか、うん、それちゃんと見た方がいいかもしれない。あとこれアドレス取った時のやつが座りっていう、そう、座り、そう、ヘッドの座りがこうなってるやつもあるし、ちゃんとしっかり地面についてるやつもあるので、うんうん、それ好みかな。うん、だからプロが持ってるやつなんか土台みたいなのありましたよね。土台？これ今年のやつね。これやっぱ座りやすいとかあるんですか？これ若干ここよりは浮いてるのかな。なるほど。ピンよりは。あ、本当だ、上がってますね。そう、土台ついてるから。新しいな。勉強になりました。
たくさんしていただきありがとうございます。ありがとうございます。皆さんご視聴ありがとうございました。見てくださってよかったと思った方は高評価ボタン、またチャンネル登録お願いします。はい、焼き焼き。そうだ、頭働いてた。ありがとうございました。焼き焼けってやばいんですよ。買っちゃうんですよ。頭おかしくなっちゃって。焼き焼けおかしくなっちゃうかな。そうなんだ。買っちゃうの。そいつも大体次の日朝起きて、なんで昨日あんなに買っちゃったんだろうって思うけど。焼き焼けの日は要注意って自分の中で。あんなに、ね、しかも。よかったよ。よかった。純ちゃんまで言う。本当に良かったですよ。うん、やばいやばい。ドライバー2本になっちゃう。いらないやつはもうすぐポイってやった方がいい。確かに。え、それポイってやるときに、なんか買い下取りしてもらってますか。メルカリ。やったことありますか。ないです。なんか普通に売られてる媒介よりちょっと安くしても買い取りより高くなる。へえ。例えば3000とかで。ここで買い取られても数万円で売られるじゃないですか。あ、そういうこと。そう。そうか。だから売られてる金額よりもちょっと安く設定してメルカリで売れば売れる。最初に1個売るまでがなんか手間なのかなって思って。うんうん、登録とか写真撮ったりとか紹介文書いたりとか。そうなんだよ、写真的にピピピって。え、ドライバーとか変えるとフェアウェイウッドとかユーティリティ全部揃えたくなるんですけど、うん、バラ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 ですか。私バラ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 、あ、バラ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 、あ、そうなん、いいんだ。なんか揃えても意外と違ったりしますですよね。あ、そうなんです。揃えた方がかっこいいかもね。そう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 。あるかな。そう思ってるかな。まあ一回保留にして、そうです、もう一回考えよう。そうしましょう。東京だし、ここ。クラブ持ってきた方が、あ、でも下取りじゃなくてメルカリの方がいいのか。でも一回持ってきてどれぐらいやってくれるかも聞いてみていいと思う。うん。ね。うん。プロそういうこと考えるんですね。え、アマチュアのためには考えます。なるほど。優しい。なんか、え、すごい話が通じてると思って。え、プロそんなこと考えるのかなって思っちゃう。いや、私は売れないですよ、さすがに。逆に高く売れちゃうから。確かに。逆に。それだったらメルカリになるけど。ちょっとご用意しよう。はい、はい、ということで、はい、もうありがとうございました。ありがとうございました。談話で終わる。